はい、よろしくお願いします。今回は、ラムランプ、こういう大きなラムランプをオーブンでローストしてみようという回ですね。前回、まあ、ローストビーフとかだとそのまま焼きましたね。塩コショウ振ってそのままオーブンでゆっくり焼いたんですけど、今回は、マリネしたものをローストするというようなことをやっていきます。こういうオレンジとか、まあ、あとスパイス各種ですね。なので、あの液体に漬け込んでマリネしたものを次焼く。そうすると結構その表面焼け具合がやっぱ変わってくるんですね。こう果物には糖分が入っているので焦げやすくなってくるんですけど、まあその焦げやすさをちょっとあの良さとして捉えて香ばしく焼く。で、そこに付け合わせは人参のローストですね。こう丸ごと人参を茹でて、で半割りにしたものをじっくりローストする。シンプルなお野菜の美味しさを引き出した人参のローストが付け合わせで、でソースちょっと変わったカカオニブ、あの細かくこれを砕いて、あのバターベースのソース、まあよくあるブールノアゼットって焦がしバターのソースなんですけど、それに、カカオ、お肉とね意外と相性のいい、ラムとかと意外と相性のいいカカオと、あとカカオと相性のいい胡椒、黒胡椒ですね、これらを使った、ソースを合わせていこうと思います。